ボンボヤシ。どうもかがです。今回なんですけどね、弟子企画がかなり好評だったんで、第2弾しようかなと思います。じゃあ弟子の人、挨拶どうぞ。あ、どうも、ドサバです。どうだった？前回のコメントとか。前回のコメント、なんか、うん、僕のことを過大評価してくれてる人たち。師匠はもっとすごいので。はい、なんかめっちゃなんか強いって言われてたね、みんなに。たまたまいい具合に取れただけなので。あ、そうなんだ、ね、ここまで強くないです僕は、はい、実際今日の挑戦者なんかもう弟子希望みたいな感じだったよ。あ、弟子になるには僕を倒してからね。そうだね、そうだね、はい、まあ、しっかりとねボコしてほしいなと思ってますけど、今日のパーティーはどんなパーティーですか？今日のパーティーはクロバドレックスのパーティー、オアミュウツーのパーティーで行こうと思ってます。挑戦者の方に選ぶ権利をあげたいじゃあちょっと通話入れていきます。あ、エリです、よろしくお願いします。何歳か言え、何歳か。22歳です。キッズじゃなかった。弟子キッズじゃなかった。毎回キッズじゃない人連れてくるのやめてもらっていいですか？でもまあ、うん、ポケモンバトル歴で言えばまだキッズですよそんな関係ねえよキッズじゃねえよお前、大人だろどう考えても。エリーさんはどんなパーティーで来るの、はい、今日？今日はちょっと伝説、最近ランクマで使ってる。あ、ランクマパーティーね。弟子は今日ね、ミュウツーとバドのパーティーがあるんだって。どっちがいい？いや、まあ、どちらでもいいですよ。お前勝ちそうなやつ選べよ、勝てそうなやつ。どっちでも本当大丈夫です。どっちでもいいんだ。じゃあ弟子さん、じゃあミュウツーで行こうか。わかりました、師匠の望むままに、うん。じゃあお互い、じゃあ、意気込みどうぞ。エリーさんからどうぞ。頑張ります。はい、弟子どうぞ。最近地になったのでこの戦いに勝って地を直したいと思っておりますさあ始まりましたね、ミュウツー。あ、この持ち物ちょ、弟子結構珍しいんじゃないこれ。対戦よろしくお願いします。よろしくお願いしますかなり珍しい持ち物ですね、ミュウツーが。で、相手もドーブルとかなんか、一番下なんだこれ。エリさんこれ一番下なんですか？ラブトロスです。レジェンズオブトロスで。なるほど、なるほど。結構珍しいポケモン持ってきてくださいましたね。どう弟子、勝てそうこれ。なんか俺目線ちょっと負けそうだなと思っちゃったんだけど。どう？弟子時点は、まあ、いい勝負ができるんじゃないかなと。あ、ほんと？ちょっと厳しいかなと思っちゃったんだけどな。なんか弟子のパーティーが意外とね、そんなにゴリ押しってことができなさそうなんだよね。お、エリさんはもう決めてますね。はい、決まってます。じゃあ1戦目ですね。まあ、しっかりね、みんなしゃべるようにね、心がけてね。はいはい、1戦目さあ、こちらはあいつですけど、あちらはどうでしょうか？まあドーブルからだよね。まあまあまあ、そうだわ、そうなるよ。いや、ドーブル嫌ですね。うん、ドーブル嫌だけど、嫌だけど、ここは、まあ、あの技を加味するかしないかじゃない、相手が。エリさん、あの技って分かってる？挑発ですよね。そうそう、そこがあるかないかをいかに分かるか。ああ、引っ込めたね。そう、ドーブルはね、挑発打たれるとだいぶ動き悪くなっちゃうからね。はい、さあここでオーガポンが出てくる。弟子が挑発。そうですね。まあここは読めるよね。まあ読めるよねって感じやな、はい、で、どうすかな。どう、ここは、まあここはエリさんが剣の前があるとちょっと弟子目線厳しいか。挑発入れられたので問題。ああ、そうかそうかそうか、挑発入ってるからね。思います。さあ、じゃれつく効果抜群で半分削り切らない。どうすかなこれ。これだわいな。そうすると、ここエリさん目線どうなの？う、壁もう一枚貼られると思ってる？貼られないと思ってる？いや、まあ壁貼っては来ないとは。リフレクター貼っちゃえば結局オガポンあれなんで、貼っては来ないとは思いますけど、かといってその挑発があるし、あるったらあれだし。なるほどね。さあ、ここでテラスタル切ってくる。剣のこのテラス
でもねっていう。かまどの仮面でここは攻撃力がさらに上がっていきます。さあここはどうなるか。さあ弟子がここ捨て台詞、攻撃力と特攻が1段階ずつ下がります。まあ基本ここで攻撃力上げられちゃうとしんどいっていう場面なので。そうだね、そうだね。はい、そして誰に変えてくんだろうか。ここやってくることは多分スタコンボではなくジャレツクだと思うんだけど、もしスタコンボだった場合に厳しいのでここはミュウツーに変えておきます。ミュウツーここで来た。はい、ミュウツーか。ミュウツー来たね。ここでスタコンボまでケアすると。なるほどなるほど、うまいね。ここ急所が8分の1なので、ここはいやっ、危ねえ。おーなかなか挑発解けたけど、解けたけどだよ、どうだこれは。結構いい感じだね、お互い。まだちょっと弟子の方が不利かなっていうイメージではある、俺の中で。弟子結構嫌ですよ。うん、嫌だよね。どうすっかな。ここツタコンボ、これ落ちないよね、もちろん。でツタコンボ、このチャレンジが相当厳しいでございます。うんうん、でも素早さ上取ってるのかなりいいですね。あ、急所には入らない。どうエリさん、これどう。いや、これちょっとどうしようかっていう。でもまあ自己再生自己再生はきつい。ここで自己再生、ここで受ける回数が増えることによって急所への確率が上がるんですよね。そうだね、そこの期待値はどんどん上がっていくよね。うわー、立っていく。えらいこれが厳しいな。俺だったらここちょっと技打ってたんだけどね。弟子はここ電光石火あるとちょっと踏んでの行動でした。電光石火も耐えてた HP じゃないかな。うん、あーと、あれ弟子は、弟子は諦めここ諦めます。諦めますか。はいはいはい、なぜかというと、はい、自分のポケを見せたくないからですね。だから弟子のパーティーちょっと火力不足な気がするけどね、俺目線どうもじゃないですか。うん、ここからです。ここからなんだね。はいはいはい、はい、どうしようかな。そうすると弟子が初手どう、弟子の初手はね、まあ2択だと思うんだけど俺目線。ごめんなさい、少し、あ、いや大丈夫です、すいません。エリさん、はい、エリさん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 、初手はどんな感じ。あ、さい、ちょっとどう、うんうん、ドーブル失敗したよねさっきは。まあそうっすね。うん、でもあれとしては失敗ではないという。あー、また来る。こっちが、なるほど。俺ね、デンルーかオーガポンで入ってくる流れかなと思ったらもう一人いましたね、弟子目線。このドーブルというポケモンはやっぱりこの胞子を持っていることで相手を眠らせるのが偉いんですよね。そうだね、偉いね。そう、それはめちゃめちゃ偉いね。はい、引っ込める。はい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 。じゃあここでまた持ってきとるな、またも持ってきとるな、オガポン。しかしここはしっかりとネバネバネット入っていくのでかいですね、これは。ここはちょっと大きいですね。うん、これは大きいですね。でっていう感じですけど、うん、ん、何テラス、テラス、エリさん何テラスだと思います。岩か毒か。毒、毒なのか。毒、毒、はい、あー、剣の舞を入れてしまうとちょっとまずいんじゃないですか。ここは蝶の舞やばいですよね。これ特攻上がりながら特防も上がっていくと、さらに素早さも上がると。どうすかな。これは厳しい話になってきました。うん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 、でも、いや、まあ、うん、そうだね、ちょっと厳しいか。それは厳しい話になったな。うん、切らない方がいいな。やめよう、切らない。切らない、切らないとまずくないですか。切らない、了解。なるほどなるほど、バトンタッチ。ここの動き全然読めてないな、エレさんが。そう
か。今の切らないっていう言葉を信じて僕はミューツでバトンをつないだ。これが命のバトン。なるほどね。頼むミューツ耐えてくれ。お前ならいけるはずだ。さっき耐えてたんで。マキちゃん。マキちゃん。負けです。負けです。たくさんありがとうございました。よしよしやばい、やばい、もうこの師匠出るしかないっすね。やばい、あはははは、されました、大丈夫です。え、負けてんじゃん、弟子、何してんの。弟子負けましたね。弟子負けました。じゃあドンブルがきつすぎましたね。ガチで何してんの、あなた。あのドーブルが強かったです。はい、ドーブルが強かった。ドーブル超強いです、あいつ。ダメです。まあまあまあ最後まで一応頑張りましょう。これは一旦そうですね、ここは最後まで頑張りたいと思います。あっきのみで防御力が上がる。これあれかってことは、うんうん、ってことは、でもまあそうだよな。スタコンボこいつしかない。ダメです、はいはいはい、頑張りました。僕よね。まあエリさん、ちょっと3体目見せとこうか。これサムネ、はい、サムネのためにも3体目一応見せとこうか。すいません、あの、こちらからお願いする形になります。ちょっと見せとこうか。3戦目やらせてください。3戦目やらせてください。ダメです、あなた2回負けたんで。すいません、やらせてください。いや、僕が出るしかないでしょ、これは。ん、これ、3体目、3体目見せましょう、これは、一旦。じゃあ、わかりました、はい、じゃあ3体目、3体目見せましょう。何持ってきてたんですか。一応、はい、はい、ありがとうございます。あ、でもキュレムダメなんだ、サムネ使ったな、最近。まあまあまあ、これいたってことね。まあ、ちょっと弟子さん、これは降参しましょうか、したら。これはもう無理ですね、うん、大体ありがとうございました。僕が出ましょうか。どう、エリさん、戦ってみて、2回、弟子と戦ったけど。いや、まあ、結構ちゃんとうまく、はい、立ち回れたから良かったのかなって感じです。うんうん。弟子はどうだった？あと何もできませんでした。じゃあやりましょうか。じゃあエリさん、パスワード。弟子頑張って。あいつにいじめられた。これ俺もし負けたらとんでもないことですからね。師匠負けたら、まあ、エリさん師匠にします。そうですね、12126666でいきましょうか。俺が負けたら終わりでしょ。終わりですよ、師匠。この企画、企画が全て3頼みますよ。第3弾がなくなりますからね。ほんとだよ。はい、どうぞ。エリさん、まだ、あー、はい、師匠も遅いな。なんか行って行って、煽って煽って、相手を仕込み出して師匠。さあ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 、どうしようかね。これはどうしようかね。結局これと思ったら、うーん、お互い初手が気になるところではありますが。そうだね、お互いの初手大事だよね。初手で、はい、変わってくると思います、この試合。すごい変わりそうな気がする、俺も。いや、違う。いや、でもそうするしかないね。ここに行こう。師匠のポケモンセンスが問われる場面。そうだよね、俺のセンス問われるよね、これ。いや、でも僕も多分その性質にしてますね。こうかな、決めました。最後は分からんけど、最後は分からんけど、これ負けたらとんでもない動画ですよ。最後それでよかったかな。いかな。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しい試合になってきました。頑張れ、前で、ね、ドーブルね、セーフだね、ドーブル、はい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 、はい、まあ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 、ちょっとまずいかぐらいかな。うん、でも相手アクセルブレイク警戒しないといけない場面ですよね、これ。そうなんですよ。それもありますが、師匠も警戒しなきゃいけないんですよね。なるほどね。ああ、偉い偉い、師匠偉いです、それ。ここ、たすきだと思います。いいよ、よく耐えた。あ、たすきじゃないの？ないっていう可能性がある、もしかして。よく耐えた。よし、オーガボンならいける。オーガボンならいける。よしだと。まずいの、これ。なんだ。で、わあ、偉い。あぶね。で、これでいいのか。
マジ、えらい、すごい、マジ、よしよしよし、すごい、C 速持ってんの、上手、それは上手すぎる。この後裏がどうなるか、マジ、これ弟子どうなの、これ上手です、やる上手多分これ耐える調整になってるんじゃないかな、ちゃんとトンボ返りが。なるほどね。で、オーガポーに引くっていうのも加味してのガムシャラ、はい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 、もしくは本当にタスキを持ってての神速持ちみたいな、はいはいはい、いう形もありますけど、トンボ返りをちゃんと耐えてるのはマジで偉いです。なるほどね。ギアの今の状態やばい、これ心音がやばい。で、相手は今ドキドキしてるんでチャンスですよ。そうだね、ドキドキしちゃってるよね。はい、どうしようかな、ここはなあ、グッてくるか、ちょっとむずいかな。うーん、怖いな、これほう、あ、まあ、そこで行く、まあ、そう、そうかな。アクセルブレイクか。ほう、まあ相手を倒すには十分な火力ではございますが、ちょっと変えてくると思ったんだけど、考えた時の、いや、どうしようこれ、考えるとどうなんだろう、だよね、変えてくるなともちょっと思ったんだけどな、うん、ここはね、うん、ガポン投げるしか、ガポンか、ガポン偉いね、ガポンね、いや、どうしようかな、先ほどのね、オーガポンの行動まで加味するとどういう対応になるかなっていうところです。そうだよね、はい、あ、これはどうするしか、切ります。まあまあ、一番偉い選択ですよね、そこが、ね、これ、オーガポンが出てくるってことは今のアクセルブレーカー正解だったかもしれないですね。うん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 、うん、そうだよな、照らしきるよな、ナイス、おいー、師匠かっこいいかっこいいよそしてどうにくる、キューレーム、キューレーム取っといた方が良かったな、無人な、キューレーム、師匠やって、やっちゃって、かっこいいとこ見てみたい。悪くないと思うけどね、今んとこ。どうしよう、いやでもそうするしかね、テラスある、何テラだ、電気、はい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 、一番メジャーな方ですね、はいはい、うん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 、まあ等倍で入りますよね、これ等倍です、ですよね、どこまで入るか、 OK、 うえー、うん、分かんないよ、行った、行ったでしょ、師匠、3、師匠、4、5で S が上がるんだよね、 S 上がります、はい、うんうんうん、言ったでしょ弟子、最後の一匹はあいつでいいって、まだ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 っすよ、まだまだまだね、まだね、そうだね、まだですよね、あ、まだわかんないよね、の持ち物はカーブなんすよね、あー、なるほど、もう上も取れちゃってるね、これ、いやー、素晴らしい、やばい、素晴らしい、まあ、師匠には勝てんわな、さすが師匠、リパーダメか、助かります、助かります、危なかったよ、これチャンネルの、あの、存続がかかってましたからね、これ、よかった、危ね、3回いける、第3回第3回いけます、じゃあエリさん、じゃあ感想どうぞ。もうちょっと頑張れればよかったです。そうですね、ちょっと惜しかった、でもね、一応ね、コライドン倒してても後ろに気合のたすき持ちのパオジがいたんで、もう無理でしたね。あ、師匠、師匠、すいません、はいはい、あの、相手スケールショット持ってる可能性あるので、はいはいはい、たすきあっても関係ない、あ、そっかそっか、これ危なかったね、はい、でもさ、俺不意打ち打ってたけど大丈夫、その場合は、そっか、冬打ちあるから大丈夫なんだ。だよね、冬打ちあるよね。あ、そう、冬打ちあるから大丈夫です。うんうん、師匠、さすがっす。じゃあ、弟子はさ、今回ちょっと、エリさんと戦ってどうだった？エリさん、普通に強いんで、これからも対戦頑張ってください。
僕も負けないように頑張ります。ありがとうございます。ちょ、エリさん悔しがってますけど、じゃあ終わりで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今回どうでした？あー、ま、マジでこれチャンネルの危機だったね。あ、このチャンネル一瞬終わるかなと思ってしまいましたね。他にも大切な動画があって、チャンネル登録の方をつけたくて、では次の動画でお会いしましょう。バイチュー。